11月4日月曜日午後1時から京成津田沼駅に隣接するサンロード津田沼の6階大会議室にて市民文化祭奈良市の市民俳句会が開催されました長年の経験から読まれる一句には重厚感と深みがあり心に響きます採点の仕方や選句の方法が独特で子どもたちにも普及すれば広がるのではないかとも思いました俳句は声に出して読まれます 健康にも良いです表現も豊かになりますこの俳句会がもっと多くの人に伝わることを期待しています参加された皆さん運営に携わった皆さんありがとうございました